ラドクリフ天文台ラドクリフ天文台は、オックスフォード大学が運営した天文台である。1773年に設立され、1934年に観測環境が悪化し、南アフリカに観測設備が移設されるまで使用された。建物は歴史的建造物に指定されている。1769年に金星の日表通貨を観測した。 天文学教授のトーマス・ホーンズビーの提案で建設がされた。天文台の名は遺産が大学に基金として寄付された有名なイシジョン・ラドクリフから命名されている。ヘンリー・キーンの設計で1772年に建設が始められ、1794年にジェームズ・ワイアットの設計で完成された。アテネの風の塔がモチーフになっている。 1839年までサビリアン天文学教授職の教授が天文台の所長を務めたが、1839年に天文観測の経験がないジョージ・ジョンソンがサビリアン天文学教授職に任命されたので、天文台の所長職としてラドクリフ・オブザーバーが設けられ、初代の所長にはマニエル・ジョン・ジョンソンが任じられた。オクスフォードの都市化や元々の天候や、 観測条件が天体観測に適していないので、1939年に観測施設は南アフリカのプレトリアに移設され、1970年代に南アフリカ天文台に統合された。建物はグリーンテンプルトンカレッジの施設として使用され、初期の観測機器はオックスフォードの科学史博物館に展示されている。ありがとうございます。